はい、タイデンです。こんばんは。壊れ物ホビーセンターかと。てってれー。あ、まだタイミングが早い。よし、紙英語じゃない。よし、でかい箱に。よいしょ、てってれー。これが見づらい。よいしょ。さっき、昼間、ケダム鉄道旅行系チャンネル、違うかな、あれが北陸トンネルの慰霊碑のやつとか、あの北陸トンネルで急行北国が火事になって30人死にましたの慰霊碑があるよみたいな動画があって、あの動画なんかやたら途中途中でちゃんちゃらちゃんちゃら入るなんか音楽みたいのがうるさくて、ちょっとフラストレーションが溜まってます。なんかそれ大連もう20年ぐらい前から知ってるからみたいなね。でさっきは、119系が魔改造して越前鉄道がどうたらこうたら、知ってる、みたいなね、別にあの YouTube やってなくてもね、鉄道詳しい人はたくさんいるんでね、みたいな。これが模型屋さんでね、あれこれだ、どっかの動画で見て、いいなと思ってね、まあお店の模型さんのチラシで見かけて、いつ出るのかななんてずっと思っててね、そしたら他の人の動画で買いましたみたいな、もう出たのみたいな感じで、で模型屋さんに聞いてもらったところ、あのもう問屋さんにないんですよって言われて、何気にホビーセンター加藤のあの加藤のホームページみたいのであれしたら、こうなんかポチってやったら送ってきました。こういうものです。あの大電結構あの気が短いんで、なんかちょっとでも変な動画があるとすぐ怒り始めるんだよね。こういうもので、この結構花の柄が綺麗でしょ。いいなと思ってて、アジサイじゃないか感じでね。まあこっちの方に線路は一本もないので、あ、よかった、変えてよかったみたいなね、そんな感じでですね。はい、ありがとうございました。